さて前回の続きからやっていきましょう。なんとか祠をクリアしたとこ。時間かかったねー。祝福の光また5個溜まってるわ。後で祈らなきゃ。リトの村に行くまでにきっとまだまだ祠いっぱいあるぜ。どんどんクリアしていきましょう。祠頭脳絶好調だし。どこがです？見てたろ、華麗なる気球さばき。まず気球使ってなかっただろが。まあなかなかいい祠でしたよ。浮き上がるもの。完全攻略完了だ。ただいまー。あ、おかえり、じゃねーよ。何してんの？反省会だ。やっぱ反省してんじゃん。前回見てくれた人に王道パターンをお見せしたい。結局はこれに騙された。最初が火の上に気球が設置されてるからさ。その盾の並びに固執してしまった。多分王道パターンは。これを作って。火を気球の中に入れればいいだけ。こんなにも簡単なことでした。ただ火の上に気球って並びに固執してたとしてもだ。こうすればよかっただけの話ですよね。確かに。なんか変なとこくっつけちゃったけど、こんなことすら思いつかなかったのが何より悔しい。はい、反省会終わりだ。土砂降りじゃねえか。もう踏んだり蹴ったりですよ。さて馬宿。新マリッタ馬宿。登録は別のとこでしてあるけど。あいにくの天気の中、リトの馬宿へお越しいただきありが、ではなく、新マリッタ馬宿です。すみません。私リトの馬宿から来て間もないのですぐ馬宿の名前を間違えてしまうんです。リトですって。ここから西に行った先にあるリトの村の手前に、ここと同じような馬宿があったのですが、大寒波の影響で閉業してしまったんです。それが天変地異ですかね。なんでも今は新聞社さんになったとか。へえ、それは初耳だ。もちろん新聞社には寄るつもりでしたが。もともとリトの村のアルヘブラ地方は寒い地域ですが、今はさらに寒さが厳しくなっていますので、もし行かれる際は防寒対策をお忘れなく。上着一枚じゃ厳しそう。そうだ、良ければこちら、お持ちください。サンキュー彼女。最初に着いた時はまたアイテムに頼らなきゃかな。私にはもう必要ないので、馬宿のご利用でしたら、中央のカウンターから店の者にお声掛けください。馬かわいい。これは馬を手に入れる時だぜ。よし、じゃあ行きますか。あれ満足してない？皆さんに紹介したい Y の相棒がいるんですけど、ちょっと想像もつかないでしょうね。馬でしょうね。なんか言えや。実はですね、最初に行った馬宿付近ですでに出会ってました。ご紹介しましょう。相棒の馬刺しです。馬刺しな。可愛いでしょう。第一印象から決めてました。これ星って5段階かな。気性の荒い頑張り屋さん。足もそれなりに速くて時にリードして引っ張ってくれる。そして闇壁があると。あれ丈夫さって精神的な？もう虜ですよ。メンヘラ要素強ない？一緒に旅をしような馬刺し。これで移動がかなり楽になるはずだ。あ、ハーネスはとりあえず大丈夫です。ハーネスってのは荷物引っ張るときに繋げるやつみたい。どういう使い方するのかまだよくわかってないです。今は移動するだけだからな。うちの馬刺しが一番可愛い。どうどうどう。はやー。リトの村は西の方って言ってましたが、先に北にある竜の涙行こうかな。あの印あるとこな。ま、とりあえずはここのピンだな。その青いピンって祠だっけ？これは眺望台だね。まずはマップか。それが基本ですよ。馬刺しをなだめるのも忘れずに。はい、愛された。いいね、早い早い。この距離ならあっという間に着きそうだ。はい、愛された。はい、愛された。もうわかったよ。ほらもう正面にはっきりと見えてきたぞ。眺望台使えるようになったら移動もさらに楽になるな。馬刺し担いでパラセール行けるかな。まず担げねえよ。
あ、なんかいますね。消防台の前にこっちだ。うん、急に行ってるってことは。なんか降ってきて画面騒がしいですが。こいつ優先で。何これ、見てればわかる。あの木の方。すっごく怖いよ、キューン。一等地堆積と光る何か。確かに騒がしい。あの青く光ってるのはですね。攻撃を当てると。カツアゲできます。言い方気をつけてください。敵がなんだってビビったー。木のモンスターか。ドッキリ大成功しやがって。許さんぞキー。ここは冷静になりまして。相手が木ならば。燃やして木材にしてやろうぞ。燃やしたら炭だけどね。ファイヤー。燃えてる？燃えてないな。燃えないタイプの木かこいつ。木じゃなくて燃えないタイプのモンスターでは？あ、もしかして雨だからか。なるほど。どうするよ。上等だ、肉弾だこらー。敵弱じゃねえか。当たったの一発だったよな。弱すぎてびっくりだわ。まさに二重ドッキリ。あいつだけでいいのかな。オラ伐採してやったぞ。もう一本同じような木あったもんな。襲ってるのはこっちだバカ野郎。あ、これあれだ。斧系の武器だから一発なのかも。モンスターじゃなくて木でしたね。あれ？怖いのがいなくなった。こちらからすると貴様も完全に同類なんだがな。君チンボクチンが見えるんだねー。ボクチンはボックリン。チン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 うるせえな。北東にあるコログの森からやってきたマラカスとダンスが自慢の音楽家さ。助けてくれてありがとう、キュンキュン。お礼にボクチンのダンスで君チンのポーチを大きくしてあげるねー。ということですね。武器と盾と弓の所持枠を増やしてくれると、かなり貴重な存在だったんだな。じゃなきゃ初手で伐採してますね。狩るなよ。もちろん無料ってわけじゃない。あ、でもね聞いて。ボクチンのマラカス。下ネタやめろや。うん、これは下ネタですね。中に入ってたコログの実がなくなってて、いつもの音が出ないのー、キューン。ここでコログの実が役に立つと、できるだけ集めておきたい理由ですね。森の子供たちがまた持ち出しちゃったのかな。コログの実が一つでもあれば、歌って踊っていつもの力でお礼ができるのにな。拡張旋回。コログの実ってのはマラカスの中に入れるととってもいい音がするんだよ。ただボクチンがマラカスを壊した時に、コログの実もばらまいちゃって。ボクチンが慌ててる間に森の子供たちがコログの実を持ってっちゃったみたい。くんくん、この匂い、コログの実。現在17個ですね。君チン、森の子供たちからコログの実取り返してくれたんだね。じゃあそのコログの実くれたらお礼にお好きなポーチを大きくしてあげる。いいだろう。キュルン、いいねいいね。じゃあどのポーチを大きくしちゃう？やっぱ武器だよね。ふんじゃあ。コログの実一個ちょうだい。じゃあ大きくしちゃうねあ、東の方に行っちゃうって。今回は2回だけでした。ちなみに2回目に必要だったコログの実の数は2個。これどんどん増えていきます。盾や弓を増やす場合も1個からスタートして増えてく感じ。ある程度まで拡張するととんでもねえ数要求されるからな。できる限り頑張って集めときます。なんで踊ったらポーチ大きくなるの？消防台行きますか。そうですね。さて眺望台の目の前に来ました。一回死んでますね。見るんじゃない。とっととマップ解放するぞ。ただ周り水なんですよね。どうやって行くんだろう。あの木材使ってけってことかな。
とりあえずやってみるか。こっから通れるウフでいけそうだ。よし到着。ラブラー山でいいのかな。ラブラー山眺望台。これでこの付近も探索しやすくなる。これでワープもできて。なんか近くに空島も浮いてるな。眺望台から行けるかもだぜ。とにかく飛びましょうや。100ポイ。あれだな、左に見えるやつ。行けそうかも。まずはマップ情報だ。広いの。竜の涙もここから行けそう。で、空マップも。中央にあるのが今んとこだよな。先にそっち行ってみるか。うん、届きそうだ。何があんだろ。なんだ？なんでしょう。勇気を試す島。完璧になんか危険なことされそうだ。飛び込めばいいのか。下に水ありますかね。いや、なくても今はパラセールあるから。あ、そうだな。その時点で勇気はない気もするけど。あ、はいはい。そういうやつね。余裕の加速ゴール。何ですか。あ、祠か。祠チャレンジみたいな感じでしたね。こっち先に来てよかったな。ラッキーラッキー。あれ、ゴーレムいるじゃん。なんか久しぶり。ようこそいらっしゃいました。ここは大空へ飛び込み空中を滑空する訓練と勇気を示す儀式の場。この島への挑戦者の来訪は久方。ご来訪歓迎いたします。先ほどの飛び込み拝見いたしました。準備は万端のようでございますね。では飛び込みの儀を始めましょう。準備はよろしいですか。
何言ってんだこいつ。もしや、飛び込みの儀をご存知ではないのですか。これは失礼しました。ご説明させていただきます。飛び込みの儀とは勇気を試す試練。ゾナウの聖人が一人前になるための儀式です。ここよりも遥か上空にスタートとなる空島がございます。そこから飛び立ち、定められた時間の間に全ての円環をくぐるのです。今やったじゃん。こいつ見てたって嘘か。晴れて試練を乗り越えた暁には、一人前の証となる特別な衣装を授与いたします。衣装？それは欲しいくれくれ。ささどうぞ、あなた様の勇気をお示しくださいませ。あ、言い忘れていましたが。ゾナウエネルギーを一つ奉納していただけますか？二個でも三個でもやるわんなもん。儀式の参加者はゾナウエネルギーを島に収めるのが古くからの習わしなのです。長らく供給がなく、ゾナウエネルギーが不足しています。ご協力をお願いいたします。ではスタートまでご案内いたします。35秒以内に全ての円環をくぐってください。そういうことな。それクリアしたら装備がもらえると。ほら余裕のクリアだ。記録は23秒16です。あなた様の勇気確かに見届けました。これはあなた様が一人前である証、どうぞお納めください。やったー。グライドスーツ、ゲットだぜー。空気を捉えて揚力を得られるように、上半身の各所に布が貼られたスーツ、ダイビング時の滑空性能を向上させる。あなた様ならば最速記録の20秒を更新できるかもしれませんね。もう一度挑戦されますか？20秒なんて余裕ですけどね。ちょっと時間ないので今はやめときます。余裕ですけどね。ちょっと見てくださいよ皆さん。今してない？あの光ってる蝶みたいの。あれは貴重な妖精だ。見つけたらぜひともゲットしておきたい。ちょっと、もうちょい降りてきて。よしよし。力尽きてしまった時にポーチから飛び出して瞬時に傷を癒してくれる。ホタルと違い昼間も淡く輝いている。すごいでしょ。自動蘇生アイテムです。持ってるだけで効果ありだ。はい、祠入りました。また戦いの教えだ。弓バージョン。簡単に言いますと。空中で弓を射ると、このように時が止まって見えると、スタミナが続く限りだけどな。簡単に祝福の光もらえるからいいですね。眺望台に戻ってきました。ここから北の方にある竜の涙に寄っていきますわ。眺望台から飛んで行っちゃおうと思います。馬刺しに乗って行ってもいいけど、道から外れたとこにありそうなんでね。もうパラセールで行けるとこまで行って、そこからは徒歩で向かうとしよう。こんだけ距離あるけど、多分結構近づけると思います。こっちの方だな。ある程度まではパラセールなしで加工だ。ほらもう半分来てる。かなり近くまではこのまま行けそう。すごい深そうな谷だぜ。あ、なんか谷底にあるみたいなこと言ってたな。でも場所的にここじゃないか。もっと北の方だもんな。うん、奥の方の谷底っぽい。こっちも気になるけど、動画外で探索しときましょうかね。つうか祠もあるな。あの祠寄ってくか。
あの祠クリアして今回は終わろうかな。竜の涙はまた次回ってことで。移動してるだけで楽しい。あっち側にも祠あるし。さてここはどんな祠かな。炎を遮るもの。炎系か。派手に燃えてますね。このスイッチは？開くと。閉じると。こいつでスイッチを押しとくって感じな。大きくて入らないぜ。これ氷か。炙っていい感じの大きさにしろと。めっちゃ溶ける。危ない危ない。あ、でもちょうどいい大きさじゃない？順調順調。上に宝箱があるな。こっち行くしかないか。ここはいい感じの風が出てるので。パラセール採掘。はいはい、これで炎から氷を守るんだな。中途半端に助けてしまった。で、これを？向こうに送れば宝箱取れるんじゃないか？いいね、氷だから滑ると。あんまいらんすね。え、でどうすればいいの？ゴールはこっちだよな。そこの扉だな。扉開けるスイッチ的なもんがあると思うんだけど。いやマジでわからん。あの炎を遮ってみるか。氷と炎を遮るのにちょうどいい。こいつこれを合体すれば氷が向こう側へ送ってくれるというわけだ。
ただ炎を遮ったとこで何かがあるかは知らんけど、氷は溶けちゃうからここに置いときましょう。さあ何かが生まれるか。やばい、何も生まれなそう。あ、これで海水池だったのか。なるほど。よかった、ようやく答えがわかった。またもや無駄に時間使った気がする。まあ、クリアするとスッキリするんですけどね。では今回の祠のコーナーでした。あれ、いつからコーナーになったの？